ユナです。シリです。メイです。ピンク。ラテ。T。始まるよ。ということでですね、皆さんこんばんは。今日の企画はですね、意味が分かったら怖い話です。イエーイ。はい、ということでこんなに真っ暗でなんかちょっとみんなグンってなってますけど、今日は意味が分かったら怖い話をね、当ててくぞクイズをしていきたいと思います。イエーイ。早速ね、普通に読んでたら全然普通の話なんですけど、意味が分かった瞬間ブワーって怖くなる話をね、私たちの1人ずつ読んでって、答える2人が意味が分かったら「はい」って手を挙げて「こう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 だから怖いです」っていう感じでなっていくゲームでございます。ということで早速ね、やっていこうかなって思います。それではどうぞ。はい、じゃあセリが読みます。題名は「不在票」。社会人1年目、出版社に勤める。どこにでもいる普通の OL の私。最近の悩みは仕事が超忙しいこと。忙しすぎていつも帰りは深夜だし、そのせいで通販の荷物も受け取れない。ほら今日も帰るとリビングの机に不在票が置いてある。夜7時に配達するように私が指定したのに留守にしてたなんて。配達のおじさん怒っただろうな。まあ明日また受け取ればいいか。分かった。だよね、リビングか。ああ、そういうことか。不在票が置いてあることがおかしい。できんかな。待ってますとかに。怖い。ってことはその配達のお兄さんは入ってるってことよ。ってことだよね。怖い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 。やばい。怖すぎない？ちょっとやば。やだもう。本当に怖い。じゃあ次ゆな読みます。題名。もしもし。もしもし、聞こえてますか？トントンとドアを叩きながら、外から誰かが私に声をかける。私は眠ったふりを続ける。心の中で、お願い、誰か助けて、早くいなくなって、と願いながら。もしもし、もしもし、大丈夫、何もしないから、ドアを開けて。そいつは淡々と女の声で言う。そのまま20分近くが過ぎ。京子、着いたぞ、早く降りろ。お父さんが声をかける。待ってお父さん、絶対に開けちゃダメ。今日のお父さんの登場でトン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 って言って出したの。もし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 、女の子、男ってこと。あ、お父さんや。お父さんお父さんお父さんもしもし言ってんの。ヒントないですか。ヒント、この女の人はどこにいるのかっていうのを考えてほしいです。車じゃない。そうだね、車です。車なのにもしもし言ってんのおかしくない？だってさ、そのまま20分近くが過ぎ着いたってことは20分前は車で走ってるのにもし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 やったったったトントンって。あ、そういうことですか？そういうことです。わかりますか？だから走ってる車にトン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 ってできないじゃないですか。普通人間なら。だから車についてたのはっていうことですね。はい。待って、怖い、これ怖い、やば。ゆうやからつく。はい。めっちゃ怖い。題名、飼い猫。この前、道で一目惚れした猫を拾ってきた。こいつがもう超可愛いのって。艶のある黒い毛並み。大きくてクリッとした目。抱くと暖かくていい匂いがする。けど、まだ俺に懐いてないみたいで、いつも部屋の隅で俺を睨んでる。まあでも毎日餌をやっておもちゃを買ってやればそのうち仲良くなれるだろうな。今日は友人が家に遊びに来た。友人は俺の猫を見てとやかく言うからカッとなってつい殺しちまった。ああ、やっちまった。気晴らしにテレビをつけるとどの局も女児誘拐のニュースが。俺がテレビを指すと猫はテレビに向かって泣いた。だから猫っていうのは誘拐された女の子、つやっとした高い匂いがする人間じゃん。あ、そういうことです。だから女児誘拐っていうのが、てかカッとなってつい殺してしまったっていうのがまず異常だよね。そこがもうびっくりしたんだけど猫じゃなくて女の子だったってことです。そう、猫が女の子の話だった。ずっとつやってした黒い髪の毛にクリッとした目にだたらっていい匂いがするって。セリちゃんじゃん。2人じゃん。猫ちゃん、猫ちゃん、猫ちゃん、怖い。じゃあ、ありがとうございます。題名、人間削除ボタン。本当奇跡、最近私は学校一の王子様、ゆうとくんと付き合いだした。毎日ラブラブで人生最高にリア充な日々のはずなのに、あゆみって女がゆうとをストーカーしだしたの。ゆうとも怖がってるし、嫌がらせもエスカレートしていく。きっと私らの関係に嫉妬したんだね。そんなある日、偶然見つけた通販サイトで人間削除ボタンというアイテムを見つけたの。消したい相手を言いながら押すと、そいつが死ぬらしい。私は半信半疑でボタンを買って、ゆうとのストーカーを消してってボタンを押した。これであゆみがいなくなるって思ったら、なぜか心臓が苦しくなってきて。分かった。分かった。あゆみって子はさ、ゆうとって子と付き合ってて、こっちが自分がストーカー。うわあ、恐ろしい。自分じゃん。そういうことか。なんでそんなボタン作るんだよって話もやった。じゃあ、いきます。題名、指差し。5歳になる私の息子には特別な力がある。それは1週間後に死ぬ人を予言できるというものだ。息子はよく、例えばテレビに出る凶悪犯とかを何の前触れもなく指さすことがある。すると決まって1週間後にその人は亡くなってしまう。この能力を動画投稿サイトにアップして紹介すれば人気が出るんじゃないか。そうすれば私もお金持ちに。そう思って息子に話すと、絶対に嫌とダダをこねてしまう。ある日、息子と喧嘩になって頬をビンタした。すると息子は私を指さして言った。ママも死んじゃえ。男の子が殺す？お母さんを？男の子に殺す能力を持ってたってことじゃない？指さしたら1週間後に死ぬ能力を持ってたんかな。だから予言できるんじゃなくて、その男の子が指さしたらその人は確率に死ぬとかするから。そうかな。息子の能力は予言ではなく殺人だったのかも。5歳の息子、そんなことしちゃダメよ。最後です。はい。題名、ハンバーガー。人肉ってめっちゃうまいらしいよ。俺が某チェーン店のハンバーガーを食べていると、物知りの友人が言った。だから、ジャンクフードとか売れてる食品には実は人肉が混ざってるって話。おかしくて俺は思わず吹いた。バカだな、人肉はもっとうまいよ。分かったよね。この語り手の人が人肉を食べたことあるんでしょ。そうです。合ってるよね。もっとうまいよ。もっとうまいよとかさ、バカだな、もっとうまいよ。食べたことあんのっていう。あんの。一人一人ね、一番怖かったお話を選んでいきましょう。じゃあ、みーちゃんから。めいが一番怖いと思った話は、もしもし。一緒です。一緒です。私は指差しです。ああ、それも迷った。って感じでした。皆さんが一番怖いと思った話は何でしたでしょうか。今日はこの真っ暗な、本当は外は明るいんですけど、わざわざ電気を消して真っ暗でお届けしておりました。皆さんのね、一番怖かったと思った話をぜひコメント欄で教えていただきたいです。ということで、もしこの動画がいいと思ったら高評価、チャンネル登録、通知をよろしくお願いします。バイバーイ。